アメリカアリゲーターは、アリゲーター族に分類されるワニの一種。別名、ミシシッピワニ。アメリカ合衆国固有種全長は、オスで通常400センチメートルほど、最大で580センチメートルの記録がある。興奮は、やや長く、噴弹は扁平かつ幅広く、丸みを帯びる。興奮のキールは発達しない。首輪盤は4枚。体色は、緑がかった、黒か色。 前肢には指の半分くらいまで胞子で後の先まで水かきがある。妖体は背面に黄色い横縞が生える。鹿を捕らえたアメリカアリゲーター小宅地などに生息する。冬季に気温が低下する地域の個体群は冬眠する。食生は動物食で主に魚類を食べるが、亀、鳥類、小型哺乳類、昆虫、甲殻類、貝類なども食べる。 大型個体では鹿やイノシシ、熊やピューマを襲った記録もある。繁殖形態は卵生。6から7月に土、枯れ草、落ち葉などを集めて塚状の巣を作り、20から60個の卵を産む。卵は50から60日で孵化する。生鮮食体を持たず、発生時の温度により、雌雄が決定し、摂氏32度以上はオス、摂氏30度以下の場合はメスになる。 メスは卵や幼体を翌年の春まで保護する。生後8年で生成熟する。野生下の寿命は35から50年程度である。性質は基本的に恩和でおとなしいが、ペットを捕食したり、稀に人間を襲うこともある。開発による生息地の破壊、水質汚染、川目的の乱獲などにより生息数は激減した。 アメリカ合衆国では1973年に法的に保護の対象とされている。生息数の調査や監視活動、狩猟や比較流通の許可制などの保護対策が進められた。比較の需要低下などもあり、生息数は回復している。2020年5月23日、ロシアのモスクワ動物園はアメリカアリゲーターのサターンが84歳で死亡したと発表した。 アメリカアリゲーターは野生下で50歳を超えることがほとんどないため84歳は立派な年齢だという。サターンはアメリカ生まれでドイツのベルリンの動物園で飼われていたが第二次世界大戦下の1943年に空襲を受けた後に脱走1946年にイギリス軍兵士に発見され当時のソビエト連邦に引き渡された。ソ連では ヒトラーが個人的に収集した動物だったとの噂が広まったという。サターンはダーウィン博物館で白製にされ一般公開される予定である。ありがとうございます。